さんこんにちは。35サマーズの寺本欽治です。今回はアナトミカ札幌店10周年、そして、はい、アナトミカ青山店6周年、それを記念した KGG 第11弾、はい、で特別ゲスト、札幌からわざわざ来ていただいて、今回は記念品の検証をしていただきます、はい、で自己紹介を簡単にしていただけますか。はい、ミサンガインターナショナル代表の山内正信と申します。よろしくお願いいたします。で、まあ、みんなも知ってると思うんですけれども、はい、視聴者の皆さんに分かりやすく、はい、これから記念品を説明したいと思いますので、はい、別の場所に行っていただきますけれども、よろしいですか。はい、はい、お願いします。では行きましょう。はい、はい、札幌店10周年記念、青山店6周年記念、コード版オールスターズということで、作って完成したものを今から説明します、はい、でところでコード版って何ぞやっていうのは分かりますか。はい、分かってたつもりだったんですけど、 KGG の第4弾の動画でよく分かりました。完璧になりましたね。はい、完璧です。結論から言うと、はい、濃厚刃の表皮の中にあるコラーゲンの層ですね。で、商品の説明をこれからしますので、はい、見ていただいて感想もください、はい、ちょっと近づいて持ってもらって、はいはい、で僕もこの青山店のやつを持ちますけど、はい、まあこういう感じですね。皆さんによく見えるように、はい、まず札幌店何色好きですか。黒です。ですよね、はい、箱も黒、はい、ホーウィンのコード版も黒、はい、で青山店は、バーガンディナンバー8ですね。こちらを限定でご用意します、それぞれのお店で、はい、そして今もうすでに別口で使ってもらっている L 型の財布、はい、で4コンパートメントあるパスケースも使ってもらってますよね。はい、でメガネケースも使ってますよね。はい、使ってます。で三角のチェンジパースも使ってますよ、ね、はい、まあ、大体もう使ってもらってるんですけども、ちょっとこの間海外出張行った時に、はい、これを使ってるんですけどね、はい、実はこれだけでもポケットがいっぱいになることがあるじゃないですか、うん、でこの子はこの中に実は入るんですよ。おで小銭も入ります、はい、お札も入ります、はい、ただクレジットカードがここに入るんで、これだけ持って外出もできるという代物になります。なるほど。で合わせて5種類、はい、でコード版を扱ってくれるいわゆるその工場さんですね、はい、ここがなかなかいっぱいなくてですね、うん、まあ、日本でも何社しかない、はい、でおそらく海外に行くともっと少ない、ちょっと大変な品物なんで限定品ですけれども、もう早い者勝ち、はい、で製造工程なんですけれども、はい、例えば、メガネケース一番分かりやすいんで説明しますけども、1枚ものです。で1枚ものなんですけれども、本来のコード版の厚みだとちょっとまだ分厚いんで、はい、それをスカイブって言って、まあすくっという工程ですね、シュワンと、はい、シュワンって薄くなっちゃうマシンがあるんだ、はい、でこういう美しいフォルムになる、はい、そして、まあ、これもいいんですけども、ここの小刃塗りですね、うん、ここも実際には肌色のような色なんですけども、職人さんが手でローラーで塗って何回も上塗りするから剥げない、うん、でもう一個はここにこううっすら線が見えてると思うんですけど、はい、これは古い
当時の技法で、はい、レザーのエッジですね、そこを捻引きという方法で、はい、ガーッとローラーのマシンで捻を引いて、はい、筋をいけた、はい、まあ、1個の衣装ですね、うん、であとは細かなステッチ、例えばこういう細かなステッチですね、はい、これもあの熟練の技を要する、プラス10周年の記念で、まあ、実際のところ青山は6周年なんですけど、はい、札幌店10周年でこの X がつく、はい、でこのアイテムとこのアイテムには X が隠れている、はい、ということですね、はい、どうですか。いやもうそもそもコード盤自体が今希少じゃないですか。そうなんです、すごい贅沢なアイテムですよね。それが5点揃うっていう、はい、5個セットで10万円プラス消費税でご購入いただけると、はい、それも限定です、はい、でまあ札幌店用の限定品、はい、まあ、1セットですよね、はい、で青山店用の限定品、はい、1セットですよね、はい、こちらはセット単位なんで、はい、でまあ、ちょっと話が元に戻るんですけれども、うん、KGG っていうのはキンジーズグレートグロスっていうタイトルでやってますので、はいはい、ワングロスは144です。はい、はい、で144すなわち 12×10、 そういうことですね、はい、でまあ、あのワングロスっていうのを行き先の決まったお客様のもとに販売する、はい、はい、無駄のない目的方法っていうのを趣旨にしてますので、はいはい、ただなんですけど、訪問者がパンデミック中のため、はい、コードバンのサプライ、はい、供給がすごく遅くてですね、うん、こちらの黒、はい、こちらのバーガンディのセット、はい、この黒とバーガンディを合わせても144にならないんです。それでなんで144って数字にしようかというとですね、はい、実は先週、はい、ミッドタウンにある2121デザインサイトという、はい、まあ、安藤忠雄さんが建築した建物なんですけども、はい、うん、はい、そちらでズームさんって言って、はい、まあ、大元はトンボ鉛筆さんなんですけど、ズームっていうブランド名を持つペンの新しいデザインお披露目っていうのがありまして、はい、そこ用に何かちょっとクリエイターとしてデザインしてくれませんかっていうお話をいただいたんで、はいはい、なるほど、でこれなんだ、作っちゃった。ただし、はい、コード版1枚仕立て、おお、いいですね、のペンケースで、はい、タイトルはいいペンはいい筆箱に入れろという、うん、そういう企画だったんですね、はい、で十分消しゴムも入るし、はい、でお色の方がチェリーと、はい、タン、まあ、並べてるんですけど、はい、こちらは海外から来た農工場のなんとメガネ型を無駄なく使ってる、うん、こうなってるもの自体珍しいですよね。そうです、はい、ね、あの下手するとですよ、はい、農工場のお尻のスキンが届いて、はい、なめすんですけれども、はい、1000枚に2枚を、だから1000枚中の2枚がここにあると思う、はい、すごい確率ですね。そうなんです。で、まあ、これも2色ご用意させていただいて、はいはい、で札幌店限定品、はい、で青山店限定品を合わせて144です。お急ぎください。札幌のイベントで販売される日にちはいつかですか？3月25日に10周年のパーティーをやりますので、その時に販売したとします。ピエール
シャール、はい、この2人もパリからわざわざ来てくれますよね。はい、でこちらのバーガンディのコード版5、まあ、この1セットなんですけれども、青山店では4月の1日の土曜日、もちろんピエールとシャールに来てもらって6周年のお祝いをしますので、その時に、発注をいただいて、もう早い者勝ちですということですね。はい、はい、金さん、ところで、うん、このベルトって何ですか？わざとらしく置いてるんですで、気づいてたんですけど、今回、はい、このメガネのコード版、はい、1000枚の馬のお尻のスキンの中で2枚取れるっていうことでしょ、はいはい、でその2枚がいつたくさん集まるかわからないので、うん、はいはい、わざと置いてるんですけれども、はい、納品日が未定のコード版1枚のベルト、ここに継ぎ目が一切ないですよね。そういうことです。すごいですね。結局この部分はザラって言って、はい、コード伴奏でないところもあるんです、はい、ただメガネ型で取れて、はい、コード伴奏が大きく広がっているスキンを探すのがすごく困難、はいはい、ただ可能性が見えてきたんで、はい、いつになるかわからないですけれども、はい、予約販売をします。1枚のコード版のベルト、はい、お色に関してもね、はい、今チェリーとタンしかないんですけども、うん、例えばその黒だった、はい、いろんな色の可能性が見えてきた。なるほど。でまあこういうのも含めて、はい、コード版とは何ぞやっていうことも KGG の第4弾を見てもらえば具体的な話が分かるので、はいはい、そういうことをもう全部ひっくるめて、はい、今回はコード版オールスターズ、はい、で札幌店も10周年、はいはい、おめでとうございます。ありがとうございます。 KGG の、第11弾コード版オールスターズ、はい、記念品も用意して3月の25日、はい、札幌店でお待ちしております。4月の1日土曜日青山店でお待ちしてます。それでは皆さん、さようなら。